郡山駅の新幹線のホームです。連休最終日の今日午前中は列車を利用する客の姿は少なく、例年のような混雑は見られませんでした。今日の午前10時までの東北山形新幹線の乗車率は 5% から 15% で、新型コロナウイルスの感染拡大による移動自粛などの影響とみられます。今日は父の二本があるので、日帰りで来ました。家族で来たかったんですけど、私が娘なので代表して来ました。JR 東日本によりますと、感染予防対策として消毒液を駅の各所に置くほか、利用客に対してはマスクの着用などを呼びかけています。